世界が一丸となって持続可能な社会を作っていく、これは未来を支え続けるための挑戦だと思っています。その中で社債事業が担う社会的な使命は非常に大きい。 EV 化の加速をはじめとしてケースがもたらす車の進化に向けて、私たちはコックピット統合ソリューションの開発を基軸に技術進化を遂げようとしています。それに加え、人が求める車への期待値、これも変化をしてきています。運転が苦手な人や、年を重ねることで衰える知覚判断を補う先回り支援や、生活インフラとの通信における快適性など、人を起点にしたニーズをいち早く捉え、車と人が双方向に対話できる新しい移動体験価値、ユーザーエクスペリエンスを具現化していきたいと考えています。海外で働いてみたい、あるいは在宅中心で働きたい、社外の方々と積極的に交流を持ちたいなど、スキルや環境に合わせた選択やチャレンジができると思います。人生には結婚や出産、介護などさまざまなライフステージがありますよね。同じ人でもその時の状況や価値観は常に変化するものです。より良い生活を実現するため、会社の制度も常に変化しています。上司や職場との対話を通じて自分に合った選択が行えるように、私たちも検討を続けていきたいと思っています。また若手社員の自発的な活動としてプロジェクト C というものがあります。例えば連続休暇取得を推奨するプレミアムバケーション制度の導入や、有識者との座談会の主催など、職場横断コミュニケーションの機会を作り、多くの学びを得る良いきっかけを作ってくれています。私は最初に美容商品のデザインを担当しました。ここで事業の中におけるデザインの重要性を学ぶとともに、必需品だけではなく新規需要の創出を行う意義や難しさを体験しました。次にそのキャリアを生かして、美容や調理商品の商品企画、また音響製品の事業マネージメントを経験しました。コンシューマー向けの商品開発を通じて、ユーザーの本質ニーズを深掘りすることの大切さを学んできたことが、私自身の強みになったと感じています。その強みを生かして、今私たちは人を起点とした新しい社室空間の価値を創出するということにチャレンジしています。パナソニックの事業分野、技術分野の広さを生かし、事業会社間の横断プロジェクトへの参画や、グループ内公募制度を活用したキャリア開発のための移動、社内副業や社外留職といったキャリアやスキルを育成できるシステムやインフラも充実していて、キャリア形成ができる環境が整えられています。 DEI という一つの単語として使われることが多いですが、ダイバーシティとインクルージョンは別々の意味を持っています。ダイバーシティとは、雇用側ができる限り多様な人材、スキルを集め、その能力を生かしていこうとする場を作ること。しかしインクルージョンは、待っているだけで与えられるものではありません。自分たち自らがその機会を取りに行き、目的を共有し合い、当事者意識をしっかりと持つ必要があります。自らが考えていることを主張し、気づきを取りに行く、人と組織が双方向に高め合う機会を積み重ねていく、それがイノベーションを起こす原動力になり、結果として企業の競争力を高めることにつながると考えています。固定概念にとらわれず、移動や暮らしの新しい変化にアンテナを張り、新しい価値の創出を楽しいと思える人、ぜひそういう方々と一緒に働いていきたいです。皆さんの発見をぜひ一緒に具現化していきましょう。あなたにお会いできることを楽しみにしています。